イタチは犠牲になったんだ。木の葉に古くから続く因縁、その犠牲にな。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。いかに心を閉ざし修羅と化したイタチでも、ただ一人弟だけは殺せなかった。お前の越えるべき壁として俺はお前と共にあり続けるさ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったんだ。許せ、サスケ。これで最後だ。ないものは木の葉に奪われた。何もかも全て それなのに、木の葉の奴らはいつも今この時も笑ってやがる。お前らがイタチの命と引き換えに笑っているのなら、俺はその笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。この葉のすべてを俺が潰してやる。サスケ、お前が俺の邪魔をするのなら、まずはお前から消してやる。俺の痛みを知れ、俺の憎しみを知れ、俺の渇きを、俺の怒りを、俺の絶望を知って果てろ、ナルト！お前の命を心得た。いい加減諦めたらどうだ、ナルト。サスケ、お前は任務開始。ナルト、今さらお前が何を言おうと俺は変わらねえ。お前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか。アマテラ、俺に倒されてただの負け犬になるか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかもならねえ。それどっちでもねえよ。俺は高火球だって。容赦しない、アマテラス。つながりがなんだ。お前らぬるいんだよ。こいつ食らえ。黙ら。食らえ。黙ら。
俺は木の葉を潰す。そして内葉を再興する。高火球の術。容赦はしない、容赦はしない。アマテラス。俺はお前とのつながりを守ってみせる。カトン、高火球の術。くらえ。カトン、高火球の術。お前らはもういい。カトン、俺が消してやる。くらえ。フッ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 。俺はお前とのつながりを守ってみせる。この一戦で答えを見つける。くらえ。バトン、高火球の術。つながりがなんだ。お前らぬるいんだよ。カトン、高火球の術。ペッコラッコラペンダン。この一戦で答えを見つける。くらえ。つながりがなんだ。お前らぬるいんだよ。サスケ。任務達成。万華鏡シャリンガンを使いすぎたか。帰って休めと言ったはずだが。まだら。キュービか。こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。今は引くぞ。サスケ。行くぞ。待て。うん？サスケ。さっきの一戦。あれでお前も分かっただろ。お前と俺が戦えば、二人とも死ぬ。お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。そりゃ全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うには一筋縄じゃいかねえって初めて会った時から分かってた。そういやよ。拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえよな。俺はまだ諦めてねえ。
俺は変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ。死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。サスケは俺がやる。お前には火影になるって大切な夢がある。サスケの道連れで、お前が潰れることは。仲間一人救えねえ奴が、火影になんてなれるかよ。サスケとは、俺がやる。ナルト。いいだろう。お前を一番に潰してやる。俺ってば、まだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。話は済んだようだな。行くぞ、サスケ。まだ、後で話が。話とは何だ？イタチの目をもらう。やっとその気になったか。サノオの使いすぎだな。もうろくに見えてないのも分かっていた。すぐに移植してくれ。しかし急だな。どうしたというのだ？俺は全力でナルトを潰す。そして、奴の全てを否定してやる。それだけだ。Thank you.
でだよ、なんでそんな風になっちまったんだよ。お前は何でだ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。お前にはほかげになるっていう夢があるんじゃなかったか、ナルト。仲間一人救えねえやつがほかげになんてなれるかよ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。何なんだてめえは、一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。どうした、痛むのか。いや。ん？ナルト、あくまで邪魔をするのなら、俺はお前を潰すだけだ。俺の憎しみに沈めてやる。俺の痛みを教えてやる。必ずな。復讐のために内葉サスケの意志は何も変わらず、復讐を望み憎しみに震える。いかに時が経とうとも、その意はみじんも揺らぐことなく、ただひたすらに時を睨み、そしていつもと同じく、少年は怒りを抱く。厳しく、ただ厳しく、風が空に散った。その先にある道に向けて、内葉佐助の歩みは心より加速する。